クロムウェル男爵はイングランド貴族の男爵員。過去に4回創設されており、1375年の議会召集令状による第2期のクロムウェル男爵員が現存している。様々な官職を務めたジョンド・クロムウェルは、1308年3月10日の議会召集令状により、クロムウェル男爵としてイングランド議会に召集された。しかし、子供がなかったため、 この第1期のクロムウェル男爵院は彼一代で終わっているついで第1期、クロムウェル男爵の弟の総尊、ラルフド・クロムウェルが1375年12月28日の議会召集令状で、クロムウェル男爵としてイングランド議会に召集されたのが、現存する第2期のクロムウェル男爵の創設である。彼の死後、その息子のラルフド・クロムウェルが二代男爵を継承し、 さらにその息子のラルフ・ド・クロムウェルが三大男爵を継承した。三大男爵が死去すると、男系男子型へ、三大男爵の妹モードの娘たち、モード・スタンホープとジョアン・スタンホープの姉妹の間で、保持者不在となった。1490年5月10日に、ジョアンが子供なく死去したことにより停止が解除され、モードが四大女男爵となっているが、 彼女も子供がなかったので、彼女が1497年8月30日に死去した後、初代男爵の娘3人の系統の間で、再び停止となった。以降426年にわたって停止されたが、1923年7月16日に、停止が解除され、初代男爵の娘モードの子孫であるロバート・ゴドフリー、ウォルスリーベ・ベウィッケ・コプリーが5代男爵を継承した。 以降彼の直系の男系男子によって継承されており、2018年現在の当時は7代、クロムウェル男爵後ドフリージョンベウィッケ・コプリーである。初代エセックス博、初代クロムウェル男爵、トマス・クロムウェルトマス・クロムウェルは、ヘンリー・パスへの長身として台頭し、宗教改革や行政改革に中心的役割を果たした人物である。 1536年7月8日の直居場で、サリー州における、ウィンブルドンのクロムウェル男爵に除せられ、さらに1540年4月17日の直居場で、エセックス伯爵に除せられた。しかしクロムウェルが圧戦したオーヒィアン・オブ・クレイブズが、ヘンリー・パッセイに失望されたことで訓長を失い、同年6月21日に、大逆罪で有罪となり、全爵位を剥奪され、 7月28日に処刑された。なお、イングランド共和国語国教として知られる、オリバー・クロムウェルは、トマス・クロムウェルの姉、キャサリン・クロムウェルの夜叉後にあたる。この家系は、トマス・クロムウェルの意向に預かって、宗教改革で没収された、教会料を獲得して、ジェントリーになった家柄である。3期、クロムウェル男爵トマス・クロムウェルの長男、グレゴリー・クロムウェルは、 父が、爵位剥奪、処刑された直後の1540年12月18日の、直居場で、ラトランド州におけるオオカムのクロムウェル男爵に、女せられたその現存の4代、クロムウェル男爵トマス・クロムウェルは、新京都革命に際して、応答派として行動し、1624年11月22日の、直居場で、アルスターにおける、ルケールのルケール死尺。 1645年4月15日の直居場でアードグラス伯爵に除せられている。しかし初代アードグラス伯の次男の4代アードグラス伯、伯7代クロムウェル男爵ビアエセックスクロムウェルの死去をもってアードグラス伯くらいと第4期クロムウェル男爵位は耐えた。クロムウェル男爵家、クロムウェル男爵家、ランディ、ダリル、ジョンデ・クロムウェル、 ファーストアンドラストロード・クロムウェル。t h e p e r a g e c o m 2018年1月9日閲覧。abcdef-heraldic media limited クロムウェル、バロン。クラクロフト S、ペーラゲ・ザ・コンプリート、ガイドツー・ザ・ブリティッシュ・ペーラゲバロネタゲ。2018年1月9日、閲覧。ランディー、ダリル、ラルフ・デ・クロムウェル、ファーストロード・クロムウェル。 thepereage.com2018 年1月9日閲覧ランディーダリルラルフデクロムウェルサードロードクロムウェル thepereage.com2018 年1月9日閲覧ランディーダリルモドスタンホープ thepereage.com2018 年1月9日閲覧ランディー ダリル、ロバート・ゴドフリー・ウーズレイビウィック・コープリー、コスロード・クロムウェル。t h e p e r a g e c o m 2018年1月9日閲覧。ランディ、ダリル、ゴドフリー・ジョンビ・ビウィック、コープリー、セブンスロード・クロムウェル。t h e p e r a g e c o m 2018年1月9日閲覧。AB ・松村 Q&、富田虎オ2000。 P178 ヘラルディックメディアリミテッドエセックスアールオブクラクロフト S ペーラゲザコンプリートガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2018年1月9日閲覧塚田富春2001 P147 ヘラルディックメディアリミテッドクロムウェルバロンクラクロフト S ペーラゲザコンプリート ガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2018年1月9日、閲覧。AB ヘラルディックメディアリミテッド、アードグラス、アールオブ。クラクロフト S、ペーラゲザコンプリート、ガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2018年1月9日、閲覧。ランディ、ダリル、トーマス・クロムウェル、ファーストアールオブ・アードグラス。THEPERAGE.com 2018年1月9日閲覧。ランディー、ダリル、ビアエセックス、クロムウェル、ホース、アール・オブ・アードグラス。thepeerage.com。2018年1月9日閲覧。ありがとうございます。